1月22日笹川記念会館国際会議場にて第11回 B&G 全国サミットが開催されました。今年は B&G 海洋センターを運営する全国370自治体から224名の市長・村長を含む841名の関係者が参加しました。オープニングでは昨年子ども健全育成大使に就任した酒井典子さんのトークセッションが行われました。この度、初代子ども健全育成大使に就任いたしました酒井典子です。B&G 財団さんが推進する子どもの健全育成活動の PR に協力させていただくことになりました。やはり日本の未来を担う子どもたちにはですね、体験豊かに元気に育ってもらいたいなと思いますので、障害のある子や家庭環境でそういった楽しい体験ですね、いろんなことができない子どもたちもいるんじゃないかなと思いますので、そういった子たちにもですね、さまざまな豊かな体験ができるそういった事業に参加させていただけたらいいなって思いました。東京だけでなく地域の良さを理解した素晴らしい大人に育っていただけるように私も頑張りますので、全国の市町村の皆様もどうぞ一緒に頑張りましょう。今日はありがとうございました。そして B&G 財団前田幸吉会長の挨拶から第1部がスタート。昨年は台風、豪雨、地震などさまざまな自然災害、日本各地に甚大な被害をもたらしました。改めまして被災者の方々に心よりお見舞いを申し上げます。被災地におかれましては今もなお復旧復興に向け懸命な努力を続けられております。平成30年7月豪雨につきましては大変多くの B&G 関係者の皆様から募金や人的ご協力をいただきました。改めまして B&G ネットワークの絆の強さに感激するとともに、協力いただいた皆様にその心に心情に深く感謝を申し上げます。今後とも当財団は全国の海洋センター関係者の皆様と手を携え、地域の活性化や人づくりに邁進してまいる所存でございます。続いて日本財団笹川陽平会長による特別基調講演。どうしても私たちのこの脳裏の中には日本を中心にしてものを見る、そういう癖が知らず知らずの中についておりまして、これは何も私たちだけじゃなくて特に報道関係の皆さんを見てもそうでございます。日本あっての世界のような考え方をしがちでございますが、今やグローバリゼーションの時代でございますから、世界があって日本があるという、こういう感覚をしっかり身につけませんと具合が悪いんではないかと。日本は少子高齢化とかさまざまなこの成熟した民主主義の国でございますから、さまざまな細かい社会問題が出てきておりますが、別に少子高齢化最近始まった話はございません。30年前に日大の人口学者がすでに30年前に予測した記事を私は読んで知っております。昨日今日少子高齢化になったわけではありません。にもかかわらずそういうことで常に悲観的なことを言うのが日本の一流の学者だとみんな勘違いをしているんです。新聞もテレビも新しい時代が来ましたねと、これからの時代はどんな時代になるんでしょうか、日本はどうなんでしょうか、こういう話ばっかりですよ。これは大変な間違い。
どうなるんでしょうかじゃなくて、私たちはどういう国にしたいのかを主体的に私たちが考えなきゃいけないんです。長い2000年の歴史の中で日本は大変な飢饉もあり、先ほどの挨拶にありました災害のたんびに強靭な国づくりをしてきた、そういう我々の先祖伝来からの立ち直る強い精神力と、そして自分たちの地域を守る郷土愛に支えられて、それが集合として日本という国を作って今日まで来たんです。どうか一つ皆さん方、それぞれの地域でいろいろな悩みをお抱えでしょうが、悩みがあるっていうのは結構な話なんですよ。餓死するっていう話でもないでしょう。戦いで命を捕らえるっていう時代でもないでしょう。そういう中でさまざまな困難があるかも分かりませんが、こっから大事な話をしようと思ったんですけども、まあ来年することにしますが欠点を長所に変える、欠点を長所に変える知恵を皆さん方お持ちなんです。勇気もあるんです。情熱もあるんです。共同愛も終わりなんです。あと何がいるんですか、一体。人間生きていく上でこれだけ揃ってったら十分じゃないですか。とにかく世界に冠たる日本である現状をお話ししましたが、こんなに恵まれた国は日本しかありません。私は日本に生まれたことを大変幸運に思いますし、その責任を時代の子どもたちに素晴らしい日本を提供することによって、皆さんと共に我々の生きている間の役割を果たしましょう。終わり。誰もが輝ける未来を、オリンピック・パラリンピックへ向けた自治体例から学ぶをテーマに開催された今回のサミット。第2部では2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた各自治体独自の取り組みについての発表、さらに B&G の施設で練習に励み東京五輪出場を目指す有望アスリートの紹介も行われました。まずは2020年の東京オリンピックに出場することを目標に、で出場することができれば自然とメダルも見えてくると思うので、しっかり、これから日々頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。会議の最後には誰もが輝ける地域づくりを共同宣言として、2020年オリンピック・パラリンピックを契機に海洋センターをはじめとした各種施設で多様にスポーツを楽しむ機会を提供し、誰もが輝ける地域を目指すことが採択されました。多様にスポーツを楽しむ機会を提供し、誰もが輝ける地域を作っていきましょう。第3部では2018 B&G PR 大賞の表彰、さらには10年連続特 A 評価を獲得した16海洋センターへの表彰が行われ、こうして第11回 B&G 全国サミットは幕を閉じました。